よっちゃやっていきましょう。最強、青鬼。ということで、まあ、前回ね、なんとか館から脱出したんだけど、多分あれはバッドエンド。なんかどうやらマルチエンディングっぽいんで、今回はもう一つのエンディングとか、ドキュメントとかもね、全部ね、集められたら集めてみたいと思います。では行きましょう。第1章。姉を救出し逃げろと。そして、で、ビデオ、これか。前回ね。で、見えるってこと？これを使うとかじゃないんだな。見える？わかんねえな。一旦。で、今回から一度も捕まらないようにやってみよう。もし捕まったら、また一からやり直しっていう感じで。1750。カットできるところは、がっつりカットしたいと思います。1750。で、鍵で、対策ができる。で、早い。で、時間もね、あるからね。パパッと行こう。こっちに来て、と。今ちょっと見えたぞ。ほら。見える。見える。あれ？いつの間にか変わってんな。で、これだと見えちゃうから。いいね。わかりやす。これ、イージーモードじゃん。いいね。見やすいね。ズームしても見えるって。はい。一旦こっちだな。で、今回は上の段と下の段。で、こっちが空いてて、片方空いてると。怖え。オッケー。で、こうだ。オッケーオッケー。10時39分。危ない。いいね、わかりやすい。パスワード。ここだった。1038。なんかちょっと1分足りないような気がするんだよな。オッケー。で、テレビを消していくと。ここでオッケー。鍵ゲッツ。オッケー。で、こうと。で、電話ね。ここはむずいんだよ、結構。で、またこっから鳴る可能性がある。うわ。行きます。動き出すと。で、11時23分ぐらい。順調。で、次なんだっけ。で、あれか。一旦これね。はい。バレるんだよな。こっち向いたら終わり。来るよ来るよ来るくるっとるっとる。厳しいな。最初からか。一旦隠れるか。ここロッカーないもんな。で、いきます。こう。オッケー。ほら、危ねえ。見えてんのかな？危ねえ。なんかわかんないけど、そんなに見つかってない。で、オッケーなんだ。赤は嫌いって言っちゃうんだよ。で、3。3があれで。違う。2、3、3、3、2。オッケー。はい、だった。これね。なんだっけ？01で、
確かここに。まず51ね。そして、62。35669。35。OK。そして、何これ？こんなのあった？え、何これ？え？え、何？え？これ何？こんなのあったよ。で、なるほど！メントスコーラだ。おびき寄せるためのやつだったか。あ、で、これか。で、そこにいる。行きますか。で、直前で赤だから、こっち。もう来ないんだ。で、お父さんお母さん、妹会いたい。狭い狭い狭い。あ、あれ？この音、電波塔だ。え？え？前回と違うんだけど何？前回と違います。こんなのなかったよ。行きます。コンプリートチャプター1。え、これどうすんの？これを持ってどうすんの？いるぞ、そこに。やめて。あー、で、OK なんだ。これで OK だ。で、とりあえずコンプリート、ノーミスクリア。 S、 やっぱ S だといいんだ。 A の上あるね。 OK です。あ、で、あー、この弾だったんだ。なるほどね。で、これを取っていくと。わかりやすい。で、いきます。第2章。で、再びこの場に理由を探れ。OK です。で、これあっても S いいんだ。ね。これありがたい。あ、いるね。で、何すんだっけ？第2章何すんでしたっけ ?74。はいはいはい。6074。6。ピッと。オッケー。で、お姉ちゃんここにいると。でも姉ちゃんなんだよな。お前は誰だ？これは妹に言ってる感じ？またあれか。オッケー。で、またこれだね。上二つ。あ、一旦こうしないといけないんだっけ。で、これの左右対称で。来るか？あ、来るね。そうだね。で、10時。で、テレビ。で、これがね、よく分かってなかったんだよな。つけて。なんか一箇所やっただけで、なんかよく、あー、はいはいはい。こっちでは消してて、みたいな。こっちでは。あ、ここで消してるから、あそこでつけると。ここあとつけて終わりか。
オッケー。鍵ゲッツ。鍵。え、これはお姉ちゃんの手紙ってことか。多分。あ、で、またこれか。いるんだっけ？あ、で、星あった。この星を。あー、なんだ。これだけ？メントスだけだ。一応持っていくか。で、こっから出てくるから。一応もらうと。いるね。あ、そこにいるからドーンって来るってやつか。そこ来るから。ギリギリ大丈夫。危ねえ。ギリギリ大丈夫だった。初見殺しすぎる。でもいけたね。振り返る前にもう入っちゃう。これ何の意味あるんだろう。オッケー。普通入れない場所と。今回はやばいやばい、できちゃうぞ。あ、このそっちか。危なっ。OK、 11時8分。あれか、またか。で、明かりを消すと。9 16 638。ここだ。で、お前だと。で、鍵、ここだよ。で、おしゃべりクマ、私を探してと。で、これがマジやばいんだよ。いるんだよね。で、しゃべるから、そのタイミングで行くとまずい。行こう。バカ、投げる。もういい。オブナ。なんとかいけた。で、喋ったら、うん。え、どん。その後もう奥行くっしょ。うん、奥行くんだよな。で、このまま行った方がいいんじゃないか。で、ちょっと相手の出方を見る。で、そろそろ喋るぞ、クマ。もういい、投げるわ。ゲームオーバー。危ねえ。いけたな、無理くりいけるね。うん。ドーンっつって、あとまた奥行くと。で、この後。うん、奥行くね。で、クマは？ちょっと暗いな。もういい、投げる。
見慣れたけど多分大丈夫。オッケーオッケーオッケー。もう投げる。あ、大丈夫かこれ。うっそ。あーマジか、やばいやばい。で隠れながら投げて、投げたらすぐ入るよ。逃げる。オッケー。であとはもう終わりか。ドンっつってで、また奥行くと。なぜかバレるな。4、4、4、7、4、7、4、7、8。いけたんじゃない。あーいけたー、やっといけたー。あれあ、ダメだった。なんとかボールがない。え、ダメだった。あれなんとかボールがないよ。やばい、来るか。逃げる準備だけ。こっちにあった。2個目だ、赤い。お姉ちゃんを助けてあげて。来た。これ何なんだろうね。うん、ぶん、あー、びっくりする。落ちる落ちる。すげえカタカタカタ言ってる。やった、最強。いやー、きつかったです。やっぱノーデスだね。うん、ここはやばい。そして来た、最終章。じゃあちょっとこのまま行こうか。そして文献も取ろう。うんと、見て、実績で今までに見れるんだよね。こういう風に。で、文献がまだね、第1章、第2章のコンプリートが取得に必要になる場合があります。あ、そうなんだ。じゃあ行こう。このまま、最終章。あ、で、ある。え？え？え？これ何？これを使うってこと？あ、そ、あ、で、今回ビデオないんだ。ビデオないの。で、あ、これは撮ったやつか。危な、危なかった。あ、2あった。うん、ありましたね。6、下に行かないと。え、なんかある。ここにこんなんなかったよ。14、鍵ね。そして開かなかった扉をここだ、開けて、でバルブかで、ここに入ると。で、トイレに、どこの鍵だ？あー、で、ここだ。ここ忘れてたね。鍵。で、ダイナマイト。
バカした。行ったね。で、ダイナマイトでぶっ壊して、地下か。あーで、これね。出たやん。文献っていうかあれね。で、これを壊すと。これ取っていく？だからこれ持ってんだよな、一個。そして、一個取ると来んのかな？あ、入れる。もういいっす。適当にやります。見つかってもいい。見つかりながら、みたいなね。来るはず。逃げる。戻る。ここで一度も見つかりたくないね。一度も捕まえたくないね。おい。あとあっち。こういけないから、どういくんだ？こう。あっちに行くんだな。こっち。いけたんじゃねえか？ここはノーミスで、サクッといけたね。見つからなかったと思う。ないよね、何も。あ、閉めらんない。そして、ここら辺で死んだら意味がないんだよ。ここにも、メモがあるはず。あーで、これね。いるな。こうだな。隠れたらもうどうしようもない。あ、そこにあんのかな、一個。三個。四個。五個。オッケー。ここだ。開いてるぞ。行こう。そしてどうなる？今度こそ。ダメなのか。あ、来た。元に戻るのか、これで。なんすか、この弾は。黄色い。青？いや、紫か。紫、赤、黄色の弾。あ、あれは使い果たしたってこと。赤いやつをね。都市が見える。勝手に動いてる。来たか。グッドエンディング。でもあれお姉ちゃんじゃねえの？自分妹？最強、青鬼、コンプリートファイナル。
いけた。S。来た。あ、やっぱ黄色あるね。で、実績。あ、やっぱね、7と15、16がないね。このダイナマイトさ、これ使える？ここ怪しいよね。ここなんで？ここが正面玄関ってことか。ここ関係ないんだ。来る。で、ここで通るこの謎の母星みたいな、ブラックホールみたいな。で、黄色使い果たしたと。死んでもいいんだね、これはね。何回か死んでます。え、これ死んだのかな。これダメだったってこと。で、実績で、ちょっとこれ見ていこうか。めちゃめちゃ長いんで、皆さん一時停止して読んでみてください。あ、出た。肌が青く変色し、出た。高速具破壊し、研究員らを飲み込んだ。お母さんも飲み込まれた。10番。眉。ああ、これが、あの赤いやつね。で、A の妹を研究棟に入れ、接触を試みることにしたと。で、16。あ、実験体 N238 が球体の接触に成功。あ、で、眉を抱えたまま研究棟から抜け出してしまい、じゃあ自分は実験体 N238 なの？あ、やばい。でもこれが、もう全部だよね。うん。はい、ということで今回これで終わりたいと思います。最終章より第2章のあの、クマを放り投げて壁を破壊してもらうっていうところがきつい。なんてたって、あそこで一回でも死んじゃうと最初からなんですよ。長い。最初からがきつい。もしこの動画が良かったと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録、そしてたくさんのコメントお待ちしております。このゲームのダウンロードは下の概要欄、説明欄に Steam のページが載ってるんで、皆さんも買って遊んでみてください。それではまた別のホラーゲームでお会いしましょう。では。